の虹を掴みたいこの腕で、あの虹を、あの虹を踏みしめたいこの足で。僕たちはただまっすぐストレートに歩きたかっただけなんですよ。昔々その昔、まだ横浜も東京もただののっぱらの頃、人々は横浜から東京までどういう風に歩いたと思います。ところが家が建ち、道ができ、人々はまっすぐに歩けなくなってしまう。アフリカの動物たちでさえ敵に襲われればまっすぐ逃げることができます。だが人間にはそれはできない。僕たちは大昔に帰ってただまっすぐに歩いてみたかったんです。まっすぐ歩いてはいけないという法律はありません。これは文明社会の悲劇だと思いませんか。鉄砲ブリブリテンパイバーわーダークな背びれの服を履いて君と会ったその日から。いいかげん警察なんと何度でも世話になれ、うん、俺なんか十数回世話になっとる。ふん、構わんから自分のしたいことをどんどんやれ。うん、まあ、こいつの童貞奪ってやってくれ。まあ、素敵。いや、でもパパ、僕にはチノちゃんが。なんだ一体君は。チノちゃん一人が奪えないで毎日悶々として暮らしているとか。チノ、いくらなんでもお前、剣に対して近頃少し冷たすぎるよ、うん、あいつお前に惚れてんだよ。ただね、あいつ気が弱いだろ、うまいこと言えねえんだ。それが嫌なの。だってしょうがないだろ。性格だもん、うん、性格だって直してほしいわ。剣、なんとか言えよお前。うん、何も言うことないよ。剣ちゃんお坊ちゃんよ、お坊ちゃん育ちよ。だから冒険なんかできないよ。剣ちゃんにもっと強くなってもらいたいの。叫びたいラン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 と愛してるって言ってるんだよ。本当だ、ね、本当だよ。そう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 、ただ接触しただけなんだ。何もしていないんだ。危険に危るな。待って、殺しやがー。やーどうせ帰らない恋など、早く忘れた方がいいぜ。よくてもゴーゴー踊れよ、ゴーゴー。